こんばんは。前回の続きからやっていこうと思います。今回は、コスト200の熱帯砂漠をこの支援のですねザクキャノンでやろうと思います。まずペイントは色をですねザクの色に変えてます。それと武器は最初の武器はこっちなんですけどザクマシンガンなんですけどこの MMP80 マシンガンに変えてます。連射が効くんでこっちの武器にしてます。ではやっていきます。これは支援に2汎用が4ですね。レーティングになります。よし、どうした、何してる。中継地点、中継地点制圧確認。なんだね、行け。あ、負けてんだ、これで。こっちに来るな。あ、あっち来たか。こっちじゃないんだ。そうだ、こっちに来ると思ったもん。2カ所に来たんだ。あ、いたいたいた。なんでここ離れる、みんな。ここにおったらよかったのに。あのザクキャノンは邪魔だな。再出撃の場所と方法を選択してください。砲撃が来ます。味方機が撃破されました。後方部隊からの支援砲撃が来ます。出撃お願いします。砲撃終了です。うわ、しかももう使ってる。一気に攻めましょう。中継地点は敵に確保されました。なんてこったい。
撃が来ます。ここだ、絶対来る。味方が爆弾を解除。戦況は拮抗している。拠点が爆弾により大破。来てるわ。敵兵の排除を確認。攻撃が来ます。ここは支援が実施されます。危険に。あ、やべ。後方部隊から支援砲撃が来ます。砲撃終了です。支援砲撃の効果あり。一気に攻めましょう。うわ、ほぼ互角。出撃お願いします。における拠点の重要度が上昇しました。砲撃支援が実施されます。危険エリアから離脱してください。味方機が撃破されました。後方部隊から支援砲撃が来ます。砲撃終了です。支援砲撃の効果あり。一気に攻めましょう。味方機が撃破されました。損傷点継続に問題なし。一人になってるよ。よかった。今回ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。